廃業おばあちゃん時々遊ぼう。こべてみな。書いてるものがいた。みかんはさ、どういうのが美味しいとかあるの？ちっちゃい方が甘みがあるとか。色がいいのが甘いんだとなの。ね、みんなこんな感じなんだわ。木の大きい子さんもんちしたい。うん、ばあちゃんがさ、勤めてた鉄道あるじゃん、東急、たまに使うよ。ああそう、なんていう駅通るの？俺は東横線、東急東横線。東横線の大井町線、三河線だっぺ。詳しい、東横線が多い。でもそう、でも代官山とか、代官山と三河線、東横線か。そう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 。ばあちゃんはあれだよね、大井町とか自由が丘とかのそっちの方だよね。あの小さい会社だから戦争中だったし、あ、自由が丘って、自由が丘、だけどその自由が丘っていう気はその次九本物大山田へ轟き上野毛ってこう、まあ自由が丘の駅長がそんだけを守ってるわけ、守るっちゅうかな。そんで自由が丘でもいいだけど、その次の九本物っていうところの駅、戦争中で若い男の人はみんな戦争で兵隊に引っ張られて、あんまり若い人はいねえわけ。駅長とか助役は、以上、豊島の人で、で、結構女が多いのよ。そんで、九本物っていう、いたとこは、女二人なの。二人、息二人。そこにもしばらくいた。戦争中もそこにいたの。小さい駅、今だいぶ変わったべ。今でも自由が丘なんか有名だ今な。いい町みたいなね。なんか大体の駅の名前は大体は覚えてんだけど、もう20代とか、20、30、40代ぐらいの人はもう大体戦争行っちゃってた。いくつぐらい前だぞ。人40代やそこらは、50代は分かるけど、みんな、兵隊へ引っ張られたな。うちの村でもほんで、何人も戦死しちゃったとな。御前山の人？うちの部落でもな。ずいぶんいる。だから若い人は、みんな、戦死した人は何人もいる。なんか縫い物してさ、兵隊さんのために縫い物したりとかもした？あれなんて言うんだっけな、なんか腹巻きみたいなのとかね。千人針っていうのが、こうタオルがあって、こう穴がポチポチ印あったんだっけが、なんだっけが千人針って。だから普通は一個しか、こう、玉つくんだ、ガイドだけに、何だけに。で、虎年生まれの人は、自分の名前だけこう、やっていいと思ったっけな。千人針って言って、それを、兵隊ね、あげんだ。みんな配給でロゴのもの食ってねえよ。大豆かつで死ねえやんな。大豆かつ、大豆を油粉を絞ったかつ、ほんで玄米、ほとんどの米は玄米で、そこに大豆かつ混ざって、そういう食事、それも腹いっぱいは食えねえ。でも他ね、食べるものねえし、
いつもお腹空いてから結構食べちゃうな。うん、うん、おやつとかなかった？そんなものね、うん、水だってあんまり売ってなかったな、きっと、うんうん、あの食堂行ってなんか食べようなんつったってところてんとかよ、うん、パンはあったかな、いつ前が出たかな、うん、パン食パン、うん、一切れぐらい買って食べた覚えやけど、まあろくなもの食べてるな。東京はさ、今はいっぱい高いさ、建物、うん、ビルとかばっかじゃん、うん、東京。昔は高い建物とかあった？とにかく、その、まあ、いくらがあったな。ねえな、あんまり出歩かないからな、うん、それ。行って、1年か2年だから、あんまりどこへ遊びに行こうなんてそういうのもあんまりなかったんだよな。うん、うん、とにかく行って1年ぐらいはそんなに空襲けよってな、うん、あれだけど2年目当たるからな、それがすごくあからあんまり手出さないからな、うんうん、空襲の警報になったら防空壕行ったりしてたの？まあそうなんだ、うん、P29 つだけがあの飛行機、うん、アメリカあれが飛んでくるんだよな、うん、うん、んで防空壕つったって今穴掘ってみような穴こう減ってたって別にあんまり効果ないと思うんだよな、うん、屋根でもちゃんとよく当てればな、うん、ただこうそうだねしゃがんで頭かくれるぐらいの穴だと思うただそこをやってだって大した効果ねえと思ったけどな、うん、何回もあの爆弾をおじっとこ何回も見てるよ、うん、うん、大変だって戦争中は何つったって、うん、東京から茨城に帰ってきたのは、うん、その東京の空襲がすごいからじゃなくて終戦、戦争がそれ終わったっていう天皇陛下の、うん、あれあったでしょ、うんうん、そんで戦争が終わったとなるともうみんななんていうかもうなんとも言えねえな。そんで今度アメリカの兵隊がどんどん日本へ来ると女は何されるか分かんないなんてそういう表あの話が出て、うん、そんで戦争終わってすぐにもう根元まとめて帰ってきた、うん、以上やめるってそれ言ってな、女の人はみんななんだか地方から来た人はみんなやめて帰っちゃったな、どうなったか分かんないんだが、うんうん、戦争はすごいよ。だけどなバン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 それから起こってきてるのね、爆弾が。終戦の時は両親は生きてた？あ、生きてたよまだ、うん、まだまだここ来てからまだ来てたよ、うんうん、父親はうちの姉ちゃんが小学校1年に上がってた頃かなと思うんだ、忘れちゃったけど、うん、うん、胃がんか結構か胃がん産めながらって何年頃だっけが忘れ、とにかく
姉ちゃんが1年生、あがかがね頃だと思ったんだよな。うん。なんてやっぺ、って言うと、うん、最初、行った時、その田園調布のね、会社の寮があったの。うん。で、そこにどのぐらいいたか、いて、こんな変わったの。大岡山ってやっぱ。うん。三河文化地と、あれ。うん。わかんないけど。そこに寮があって、そこ移って、大岡山に、寮に行った時に終戦になったんだ。うん。うん。寮にいるときは、寮にいるときは、なんか、ご飯みたいなの出るの？お昼とか。そこね、寮の、まかないする人がいるの、夫婦もんで。うん。まあ、日に三度、作ってる、まかない人がいて、うん、寮の食事だけ。うん。で昼間勤めるときは、弁当を、作ってくれて。何にしろ食料なんだから、弁当のご飯も少しの。それも、玄米のような。昔はね、ガスなんじゃないから、うん、山へ行って、木、薪、それも、大阪の人はいっぱい持ってるわけ、山。うん、そうすると、木が入ってるべ。そうすると、大体このぐらい場所を、いくらいくらだって買って、うん、そんでそれこのクレーターに刻んで縛って山から背負って一年使うだけあれしとくわけ、たぐわいとこの薪？うん？薪にするのに？うん、薪、山ではちゃんと負けにしちゃうのよ。うん。うん。そうなの。夏、夏つあったかい時は、農家だからみんな、みんな農家だから大体畑の仕事だから、うん、冬になると長くなるから、山ま、な、まき買って、うん、高いとこんで風呂は鶴瓶ってバケツだねなんそういうとで奥行くんで風呂場へこうやってあげて、うん、そして沸かして、はい。あ、じゃあ水、一回一回、浴槽に入れんだ。うん？お水を浴槽に一回一回入れんだ。そう。運んで、すぐそばだねが、井戸と風呂場。じゃ作るだけで結構時間かかるよね。時間かかるよ、だが。力も使うしね。これよりはいくらか、いかいかな、バケツ。それさ、だいたい組んで。だから毎晩は、取り替えないんだ。3日も4日も時によって入る方がいい。大変だもんね、毎日やってると。うん。